イスラム国に拘束されている後藤健二さんの新たな画像が公開されたことについてアメリカとイギリスがイスラム国を強く非難しましたオバマ大統領は24日イスラム国による野蛮な殺人を強く非難するという声明を出し後藤健二さんら残された人質全員の即時解放を求めましたその上でイスラム国を最終的に壊滅させるため 断固とした行動を取り続けると改めて決意を示しましたまたアメリカ政府は画像の信憑性について情報機関は本物であることを疑う理由は持っていないという声明を出しました一方イギリスのキャメロン首相もイスラム国のさらなる脅迫は野蛮さを示すだけだと強く非難しています